お疲れ様です。今日はこちらディガーっぽいやっていきます。さあ今日は、ね、久々にディガーでカツカツコツコツね、はい、ちまちまやっていこうかなと思います。だからまあ最近ね、やっぱこう進化ペッカーでね、一発ドカンであったり、まあ、メガナイトのノックバックだったり、なんかゴブジャイプリンスでワンパンだったり、結構なんか派手なね、やっぱ戦術が、まあ、やっぱかっこいいし目立つしロマンがあるしっていうので、まあ、結構いるんですけど、だからディガっぽいがなんかそんないない、もしいないか、まあディガっぽいを使うぐらいならね、進化ドリル、ゴブリンドリルで、あ、気づいたら勝ってるわみたいな方が楽でしょみたいなのがちょっと多いんでね、初心に帰りましょうというところで今日は守りますよ。はい、手堅くね、一本取ってタワーはね、ちゃんと守って、もうそれだけ守ります。今日はなんか久々に守りたい気分になりました。引きこもりでいきます。ほどほどにね、過剰防衛も良くないと。コストはちなみにいっぱいあるよと。まあ、今回の相手は進化工場ですね。いや、もうレイジとかもね、なんか最近多いどころじゃない、多すぎる。ジャイもレイジ、ロイジェもレイジ、ペッカもレイジ、ゴブジェイもレイジ、エリゴルもレイジ、みんなレイジやないかいっていうので、結構この危ない環境のね、原因となってるのはレイジな気もしないこともないというか、まあほぼそうだと思います。はい、まあでもそんなね、デッキも全て守れるのが進化テスラです。はいこいつもいい加減いかれてはいます。これボンで削りたいなっていう思いもあるんですけど、防衛でボンバーを使うっていう、なんか偉い。やっぱね、進化ボンバーとかってね、攻めで使いたいんですよ。本音はみんな攻めで使いたいんですけど、なんかね、ちゃんと防衛で使うのも大事ですよって話ね。マジダメージ全然入ってねえけど、別に俺もダメージ受けてないんでね、そんな悪くはないんですけど。いやー強い、これマザネクですら嫌だしな。ごめんね、最強で。パルス、いいね。いや、もうこれです。昔のクララワです。これがクララの基礎です。よいしょって言ってワンパンされて、リガポイ使う気失せるんだろうな。守れるかな、怖すぎる。あ、でもちょっとボンバーでねややインチキ要素もあります。やば、あいつが豚がいる。待って、やばい。いやー、でもいや、進化ボンバーってさ、攻めでいつもアホっついけど、防衛でもね、こう見ると優秀だし。うわー、いいマザニクや。豚ちゃんが これで削っていこう。縦線、こんにちは。やばい、やばいと見せかけても結局ね止まるんです。進化ですら最強すぎる。マジごめん。全てを破壊する。マジ何でも止まる。待ってよ、ミスト、アイスピットボンバー持ち間違えた。最悪や。まあでも残り20秒なんでマジ全然削れねえの。
まあ、ディガーをもっと飛ばせばいい話ではあるが、まあ、あとはボイドとかちゃんと警戒してもね、まあいいんですけど。よいしょ。っていうね、まあこれが その初期ですからね。はい、クラララといえば、まあ、ディガーポイだよね、まあ 2.6 ホグだよねみたいなね、クラララの代表デッキ、インチキボン入り。たわー、これブラスターでもいいな。ブラスターにしたら、まあ、ペッカの防衛が楽になりそう。まあ、別にブラスターじゃなくても勝てんなら、じゃなくたってもいいが、さあこういうゴブジャイプリンス系じゃない、守れるのかって話よね。いやー素晴らしい。後半ぐっちゃぐちゃにされなければされなければいいけど、マジでね、2000残りね、何この相手のターン2600から、まあ、800ぐらいまで頑張って削ったのに、最後の残り1分でゴブジェイプリンスボンバーレイジフェニックスにぐっちゃぐちゃにされるみたいな世界もあるわけですから、それだけは勘弁してください。まあでも一つ言えることは、俺は守ることができれば最後にポイズンウッドのダメージで勝てるんで、言ったら本当にもし守ることだけ考えればいいんですよ。守れば勝ちなんだから。いた。いやこれですらちょっと怖いの、ね、やだしな。そして進化ボンのインチキもあるよと。いや進化ですらもあるんで、ボンバー攻めでも使っていいし、まあ、別にね困ったら防衛でもいい。なんかかぶりそうだな。いやそうだよな、ね、絶対そうなんだよな。デスロー置くのもなんかあれだったしな。来んのか、どうなんだ。よしよしよし。いや進化ボンサー出したすぎるよな。いや一回進化テスラかこれ、手玉しやば、良すぎる。フェニー来た、鳥が。ちょっとまずかったり怖かったり。ビビっちゃったり。進化テスラあるんだね一応。マジでアイスイズごめん、いてよ、すまんな、危ねえ、やばい、やる気がねえやつらばっかよ。何やってんだ、やばい、生まれんなよ絶対、危なすぎジーニットにやる気が、やばい、これ守れんのかな、これボンバーちょっと犬いちゃおう。いやアイスイズのスローってマジ最強だな。えアイスイズさ、昔はこの枠とか何だったんだろう、優秀すぎない。やばい、なんか怪しくなってきた。見えないマジ何も見えない、どうなってんやこれ。いやアイスイスのミリが勇者すぎはするこいつ一生生きてるやん。うわーでけー、後ろからまた来んの。テスラ立つとっか、おいろ、テスラ立てとくか。
テスラ立てとくか。マジテスラ立ててるだけおじさんになっちゃう。やばい。いや強すぎるだろ。進化パルス。進化パルス？進化テスラのパルス。大変頑張りました。あいでしたよ。はっつって。どんだけ守ってんねんこいつって。おもれえのかよとかね。あーしょうもねえデッキだとか思われてんのかな。これが一番おもれんだよな。守る鉄壁プラン削りはねディガーで大丈夫だ。これ持ってんねえか。スケラとかマジでやめて。えマジでちょっとジャイスケラのさ線出てきた話する。いやゴブジャイプリンスか。同じやん。ええって。お腹いっぱいよもう。ゴブジャイはもうお腹いっぱいよ。え。おぶね。ああもう終わるとこだった。ディガポイは。もう一回ミスったらというかね、もう破壊されたら負けなんで。あぶねえ、終わってたー。てか強すぎやろ、なんで今の突破されんねんって話な。やなめ、観光してください、やなめ。いや、ちなみにサイドはね、逆の方が嬉しかったりするな。どうだろう、デッキによって同じ方が嬉しかったりもあるんですけど。どうだろうな、まあまあ正直ディガー単品で削るようなもんなんで逆でいいな。マジボイドやでね、ほぼ溶けんのまずすぎる。いやめっちゃいい。このスローが気持ちよすぎる。このアイスイズのスローのテスラが幸せすぎてやばい。いやマジね、こういうデッキを相手にしてると思う。ブラスターが偉大。全然止まんねえ。ブラスターだったらもっと防衛楽なんだろうな。相手ボイドないのかな。でも進化ボンバーさ一生お休み中。進化ボンバー攻めで使いたい。待ってダメージ。ヤナメ削りに負けるってどういうこと。アイスピも削りに行けないしな。おとなしく防衛で使います。終わった。ああもうやる気失せた。ああもう1分20秒やん。もう無理やんこれ、最悪やわ。もうなんか、とにかくディガポイって人気ないねん。本当に。ああ俺がさっきまで時間返せよって思ってるやつはまだか。もう負けてる。俺は諦めてない。守れ勝ちだろ。簡単じゃないか。守ってみせるよ。
嘘やん。あーマジで最悪や。ボンバボンバボンバボンビー、あっち行ったよ。左の足場のボンバー、左の足場のボンバー、フェニックスに食われた。一発投げとけばよかった、もったいなかった、もうちょっと我慢しとけばよかった。いろんな後悔が最悪や。もうすぐボンバーだからワンチャンスなのにやらかしたよっていうデッキなんで、メンタル弱い人には使えません。一回心折れたらもう立て直せません。ディガポイはクロロってなんかもうメンタルゲーだからな。本当に最終試合負けた後に潜るかどうかとかもね、この沼った時に沼を戻すのかどうかとか、もうクロロはメンタルゲーですこれ。ゲームで一番鍛えられるよ。子供をやった方がいい。その辺の授業よりもためになるぞ。メンタルトレーニングってことで、ペッカです。守れるかな。また5分間戦いますか。5分間守ったら勝ち。痛いしこれ。アイスイズさ、マジやばい。やばい、キング起動はされないか。いや、知ってればされます。あなたは知らない。やめて。よし、でかい。いや、ペラムね。進化ウィザードを、ポイズンで、毒の刑務所にぶち込んで、じわじわね、しばいていかなきゃいけませんよと。まあゆっくり行きますか。いやボンバーだな。なんかさっきもマジ本当にあのボンバーのせいで負けたし、ボンバーで頑張れる逆に言うと。ポイズン打つよねさすがに。これアイスピン、なんかやばいよ、怖いよ。よしボンバー生贄。さすがにね。なんかスケとかが欲しいな。贅沢なんですけど。スケの代わりにボンバーが削れるんだから。さよならして。よし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 。ポイズンの毒気持ちいいな。俺も浴びたい。シャワー。ポイズンシャワー。ボンバーで削りたすぎる。削りたすぎてペッカをここで足止め。その後のことはその後考えればいい、守ればいい。進化テスラだからね。やばい、やばい、進化テスラだからね。やば、進化テスラアイスイスのこのねダブル遅延効果。え、相手方は314しかねえやん。あっつさあ、でアイスピでちょっぴにごろリガっぽい。ウッドどんぐらい削れんだろう。それは兄さんちょっと間に合わないですか。おい、ナイス。いや、いいね。守ればいいだけよ。己との戦い。いや、だからディガポイさ、めっちゃ、あれだね。練習になるの。クララは上達したいよって方は、ディガポイを使えばいいんじゃないですか。環境ちょっと、あれだけど、例外だけど。ね。おすすめはできる。クラロアトレーニングデッキ。いやなめやだって。え、
めっちゃいいテスラじゃない？でこれ、まあここに来たタイミングでアイスピを打つのが一番いいんですけど、アイスピすらもいらないっていうね、ここの判断。アイスピ打つとね、ちょっと過剰防衛になっちゃうかなっていう。これもまあどうせ対応してくるよな。何なんだろう。てかバルーンだった。やばいそれ。やばい、なんかウッド下手すぎ。ウッドの練習からするか俺。ウッドが下手ってマジで。ウッドって簡単なんだよ。いやまあ。やべえ、ちょマジだな。ウッドが下手どころの話じゃねえか。いろいろ下手か。いや、いいんです。いいんですよ。うちはボンバーで削るのが仕事なもんでね。やばい、ボンバーで削れないやー。ああ、おとなしく。防衛で使う。これもドシンコですか、そう。回んない感じ？今バラン俺一発入ったんか。入ったくせえな。あ、待って、ボンバー結構ありそう。お願いします。マジで嬉しいこれ。ディガポイじゃねえ、ボンバーデッキ。あ、今のデカー、ラッキー。テスラを先に置くと今みたいになるらしいです。気をつけてください。いやでも置きたいよな。置きたいんだったら仕方ないっていう。まあアイスイズいっぱい出しちゃってもいいな。怖すぎる。相手のさ形強くない？親衛隊アチャからのバルーン、よくあるか。やべえマジで、そのポイズンも下手な俺って、何もできんやん。もしかして俺ってかわいそすぎん？ボンバーはうまい。ボンバーでもさっき下手だった。キング起動はしてねえのか。さすがに通りまへんがな。いやーテスラは好きだな。かわいい、なんかこの生えてくる感じが。マッシュルーム、おい、はいよ。 GG。 ポイズンで削る、ポイズンで回るか。鬼回し大丈夫そう。大丈夫そう。なんか危ないな、ちょっと。親衛隊バルーンね。いや守りゃいいですから。エンジェル、ボンバー気持ちいいな。初手ボンバーや初手ザップをもう最近しすぎてて。なかったら落ち着かないんだよな。まあゴーストの時点で結構ペが熱いな。いやロイもあるかこれ。いやーまあどっちもあるっすね。まあトルネだけないことは確かなんで、まあ後ろに飛ばしちゃって、まあポイズン打っちゃってもいいし打たなくてもいいっていう、この打っちゃおう。テスラってことはペッカですね。いやもうなんかウィザード入りそう。おい怖っ。まあ有能来たらないと。やべ、なんで言ったことができないの、怒られちまうよ。ね、やばすぎるやろ。自分で言っといてなんで。いやこれないと一発お願い。頼む、よくやった。
からの、まあこれはおじさんで受けるか。マジごめんなおじさん。せっかくの遠距離能力なのに近距離あんたは。俺もそんなつもりじゃないね。でアイスピで固めちゃってさ、結構射抜きたいっていうこの強欲。熱い。あごめんな進化テスラで。進化テスラ強すぎだろ、危ない。からのまた今度はアボンバ逆いっちゃったんですけど、ボンバー貯めます。残りの1080、1039、まあボンバーでいいんじゃない。ウィザード来ねえかな。あれウィザードいなかったっけ。なんか全然見ないよ。いたわ、まあ、うっぽいやってもいいな。やばい、やばいように見えて。ポイズンもさ、スロー効果そういえばあるもんな。あやばいねこれ、アイスイズスロー。さすがにケアがないなんて話があんの。え強ね、スローしかないよ。アイスイズスロー、ポイズンスロー、アイスピ、進化テスラスロー、え4枚でスローがあるっていう。このデッキやばいね。ザ・遅延ディガポイだね。もうこれにトルネとか入れたらもう、すんごい。すっごい。名前が。名前、トロフィーだけじゃねえ。名前まで沼っちゃってるやん。おアイスピ、えなんか珍しいな相手のこのプリンセスタワーだしっていう、なんかいろいろ珍しい。クロスかな、なんかクロスっぽくね。ロイフグでした。最悪このはみ出し、たまにあるよな。あちゃくいロイフグね。まあチナサイドは一緒の方がいいかな。まあ着衣はでボンバー一発入るてか、え一発じゃねえ。ああいい、あ着衣ロイフグね、多分というか書く。まあ巻き筋あ着衣なんで、なんかもうおとなしくあ着衣にポイッと打ってもいいかもね。うまい、なんかケアがね。はい、一発もね。豚の鼻は折っていかなきゃね。まあ巻き筋は端前アチャクイクローク事故みたいな感じか。言うて俺も回転早い方なんで、こういうとこね。いやもうこれが強いよ。このディーガーがね、え？もっとおかしくない？進化スケやってね。いやアイスピマルシの、まあ、着衣がマジで強い。
でもディガポイの相手が受けがさ、デリバリーとかで拾わないといけないから、やっぱ回せるやん。熱くね。タイです、このゲームは。アイスイズマジで好きだな。いやマジディガーが強すぎるこのマッチ。まで引きたい、これで。いやー、まあまあまあ、ビビった。まあ守りは勝ちなんでね、ビビることも大事だよね。20秒、ポイズンのダメージ。ちなみに進化モンバー一緒いる手札にそんなことあるこいつかわいそうすぎたか、ごめんな。俺も出したかったねん、攻めで攻めで使ってあげたかったんだけど、タイミングなさすぎてもったいないか。まあまあまあいいでしょう。強そうなん来たな。まあディガポイですけやりごぶ。ああマジアチャドリルや。嘘みたいな、そんなことあるっすかちょっと待ってくれ、本当に。トロフィー500沼った時にしかやんねえぞそれいやてか相手ディガーだったな、マジアチャディガーだ、モハメドライトデッキだ。 OK。 いやーでもそうなったらまずいな、その削りでさ圧倒的に有利やん。マジアチャ、うまいな。いやマジアチャ取るねーに対してボンで頑張んなきゃいけないっていう、俺はねちょっとまずいねこれは。うん、サイド変えてきたな。しかも陸受け相手多いんでね、拾われちゃう。相手のナイトを進化ボンで射抜けるかどうかっていう話になる。これやばいの、あいつのトルネがさケアしないといけないもん。
やばい、キンキ。え、俺のナイトスパイじゃね？動きが。いや、まだ勝てんな。ポイズンあるから。いやー、ポイズンでけえけどマジアちゃんも強すぎるな。ちなみにここのテスラも射抜かれるんでね。そう、マジアちゃんが欲しいよ。マジで同じような考えのデッキですね。一生守って、まあ俺はポイズンとボンバーで削れるでしょう。相手もね、一生別にちまちま守ってマジアちゃんトルネで削れるでしょう。いやでもいいな、なんかクラロは懐かしさを感じました。今の試合平和だったな。お、よろしく。ふきやん、枯渇。さすがにトルネードはないよね。まあ後ろゴブリンとかのケアの手前ないと。あ、え、いやーな、プリンスとかね、まずいんすよね。この陸受けというものがさ、ナイトプリンス吹き矢か。固まってこい。いや、なんかでかい。右のナイトが入ってんのでかいけど、端前プリンのケアも必要みたいね。もうやだ、これにコストを使わないといけないのがもう苦しい。いや、OK。いや、これはね、ロケがなければ、守りは勝てるんですよ。ナイト、プリンス、ギャングバレル、吹き矢、プリン。ウッド7枚、あと1枚なんかある。守れば勝てるんですけどね。そっか、守れないっていうね、忙しい陸がね。おいしくね。姉妹プリンをケアしたら偉すぎるけどな。いやー、来ねえのか今ので。マジ進化バレルキッズ。
でかい。進化ボンも手札に。いや、防衛で使ってもいいな。いや、何もケアないなら一発もらってもいい。やめてください。なんで危なすぎるって。ちょっと怖かったって。というわけで、懐かしのディガっぽい戦術ね、皆さんもお久々にやってみてください。ちゃんと動画もおじゃすを押してもらっていい。